忍者1000は、川崎重工業モーターサイクルエンジンカンパニーが製造している、忍者シリーズのオートバイの一つである。社名は、日本、北米、東南アジアでは、忍者1000、欧州では、Z1000SX として販売されていたが、2020年モデルから、忍者 1000SX として統一される見込みである。香港では、忍者1000として記述する。忍者1000は、 2011年に発売された。Z1000 をベースとさせながら、フリフェアリングを持ち SS とツアラーの機能を持たせたオートバイである。川崎はすべてのオートバイのジャンルに満足できなかったライダーへの新カテゴリーとしている。エンジン、フレーム、足回りは Z1000 と共通。フェアリングには角度調整式のウィンドスクリーンを採用。Z1000SX の社名で販売される。 欧州モデルではパニアケースを標準装備した Z セニ SX ツアラーとトップボックスを標準装備した Z セニ SX シティが用意される。2012年モデル、2013年モデルはカラーリングパターンが変更、追加された。エンジンスペックなどは変更はない。2代目にあたる2014年モデルでは小変更が行われた。 マフラーをはじめとした外装の一部が変更されたほか、3段階のトラクションコントロール、取り付け方法が簡略化されエンジンキーで開閉可能な専用パニアケース、工具なしでプリロード調節が可能なリアサスペンションなど様々な変更が加えられている。2015年モデルはカラーリングの変更のみ行われた。二千十五年に二千十六年モデルが発表され、アシスト スリッパ、クラッチが新採用された。2016年にフルモデルチェンジされた2017年モデルが発表された。ヘッドライトに LED ヘッドライトを新採用。これにより前モデルまでは、ロービームは片目点灯だったが、ローハイビームともに両目点灯となった。ウインカーは張り出しがなくなり、カウルと一体化したデザインとなった。同年3月15日より、 日本国内仕様として、忍者 1000ABS が発表された。2017年に2018年モデルが発表され、日本では2017年9月1日から販売された。2018年以降の川崎社からは社名に ABS は付かなくなり、忍者1000となる。2018年に2019年モデルが発表された。カラーリングの変更。 タコメーターの針先が赤色に変更、スピードメーターが白黒反転に変更され、メーター視認性の向上がされる。川崎は2019年に開催された、アイクマにて4代目に当たる2020年モデルである、忍者セニ SX を発表した。前述の通り忍者セニ SX として統一された。スポーツツアラーのコンセプトは踏襲。見た目上の違いは、前モデルまでは、 マフラーは左右出しだったが、四代目は右辺側のみとなった。これにより、車両の軽量化に貢献している。メーターパネルはフルカラー液晶パネルを搭載。すべての透過類は LED を採用。電子制御関連では、ライディングモード、クイックシフター、クルーズコントロール、電子制御スロットルなどが初採用された。忍者 1000SX にはパニアケースを 標準装備した忍者 1000SX ツアラーも用意される。日本では2020年夏頃発売予定であったが、2020年4月4日に発売開始となった。新しい川崎、ライダーズクラブ第34巻、第2号、A 出版社、東京都、2011年2月号、22から27ページ。バイクブローズ、川崎、海外向け新型スポーツモデル。 忍者1000を発表。忍者1000、Z セニ SX、ABS2014 年モデル発表。3モード KTRC など最新技術も、搭載川崎一番、忍者1000、Z セニ SX、ABS2016 年モデル登場。アシストスリッパークラッチを新搭載川崎一番、忍者1000、Z セニ SX。 ABS さらなる高みを目指して進化した2017年モデルが登場川崎一番2018年モデルモデル表記変更に関するご案内川崎モータースジャパン2017年6月29日忍者1新カラーを採用した2018年モデルが9月1日より販売開始川崎一番ありがとうございます